坂本は風呂入ってもろて。え、でもどうなんだろう、なんか最近は入ってるイメージですけど、言うて入ってないかもしれない。嫌と言いつつ入ってたり。ついちゃんは入らないことないの？え、正直、正直な話すると、例えば夏場は絶対に入るけど、例えば冬で今日一歩も外出なかったなーみたいな日は、お風呂明日でいっかみたいな感じで翌日に入ることはある。え、どう？どう？これって普通？それはわかる。よかった。あぶね、あぶね。スイちゃんまで風呂入らないイメージつけられたらどうしようかと思ったわ。あぶね、あぶね。そうだよね。みんな割とそうだよね。しかもさ、その、お風呂入った後がさ、めんどくさいんだよね。割と。なんか、お風呂、入るのは別にいいんだけど、入った後に、乳液を塗るだの、パックするだの、化粧水塗るだの、その後髪を乾かすだの、がめんどくさくて、お風呂っておく。スイちゃん、ロング？あ、今ショートですけど今ショートですけど、まあまあまあ、普段は割とロングですかね今ショートですけど、変幻自在だからね、そこら辺はね。ねえ、めんどくさいんだよね。でもさ、乾かさずに寝るとさ、翌日髪がブワーってなってさ、余計めんどくさい